はい、今回は漫画ゼニですね。漫画ゼニ、これをね読みましたので、それについて感想などをね話していきたいと思います。はい、このねゼニですけども、ストーリーはですね、まずね事故でですね、渋滞になった男の子がいまして、この子が、通称ニックネーム、直近というんですね。直近、これ貯金からね来てると思うんですけども、直近というね、ニックネームの男の子がいますね。そして、病院のベッドで寝ててね、この幽体離脱のように意識だけがこう宙をね浮いてしまってるということですね。でそこにですね、女性キャラクターで、ジェニーというキャラクターが、これもね、ふわふわと浮いたキャラクター、実体のないキャラクターなんですね。でこのジェニーというね、ゼニーから来てると思うんですけども、ジェニーというキャラクターが、この直近がね、事故にあったので、死にそうなので、損害をね計算しに来たということなんですね。はい。でこのねジェニーというのが、死神のような、天使のような、そういうね、存在なんですけども、このね、ジェニーとこの直近ですね。はい。元はといえば、この直近が死んだことの損害ですから、逸失利益とかね。そういうことを計算しに来たんですけども、この直近が何も知らないんですね、物事を。ということで、このジェニーが先生役で、直近が生徒役という形でね、お金に関わることをですね、学ぶために、社会科見学をすると。そういった流れなんですね。もちろん、二人はね、実体がない、幽霊のような存在なので、ふわふわとね、浮いて、で、人には見えないと。で、どこにでもね、入り込むことができるということですね。はい。で、この直近とジェニーですけども、まずはね、とある出版社に、雑誌の出版社にね、潜入するわけですね。で、テーマはね、雑誌はどうやって儲けてるのかという、そういうね、テーマに絞ってですね、見ていくわけですね。雑誌というのはね、原価がかかるということで、紙代とかね、書いた人に払う原稿料とか、そういうものを差し引きして、売り上げの中から、利益を出していくということなんですね。はい。で、そうするとですね、たくさん売らないと、利益が出ない、そういうね、構造になってるんですね。逆に言うと、あんまり売れないと赤字になってしまうと、そういうね、ことなんですね。これはね、想像に難くないですけども、でね、このたくさん売れば売るほど儲けがたくさん出るという、そういう構造ですよね。これはですね、原稿料がね、ある程度固定されてるということなんですね。はい。つまり、一旦原稿料を、固定された原稿料を払ってしまえば、その後にね、雑誌を何部売ろうが、どれだけ多く売ろうが、原稿料変わらないと。そういうね、前提があるので、この話がね、成り立つということですね。はい、それでね、会社の賃料とか、社員の給料とか、もろもろ全部ね、カバーできる売上ですね。利益が出る売上の部数。つまり何部売れば、その会社は赤字にならなくて済むか。ギリギリのラインですね。赤字ギリギリのラインを、採算分岐部数と言ってますね。はい、採算分岐部数。私もね、これは初めて聞いた言葉ですけども、多分出版業界のね、独特のワードだと思うんですね、これはね。採算分岐部数。つまり赤字が出ないギリギリのライン。どこまで売れば、ギリギリね、商売が成り立つかという、そういった部数なんですね。面白いですよね。会計の世界ではね、損益分岐点っていうのがあるんですよ。損益分岐点。どれだけ売ると、どれだけの売り上げがあれば、
損をしないかギリギリのね、ラインこのね、損益分岐点と同じような考え方がこのね、採算分岐部数なのかなと思いますね。はい、でこのね、これまで見たように、この作品はですね、会計の知識がある程度あるととてもね楽しめるんですね。うん、ただしね、詳しい説明がありますので、会計の知識なくてもね、わかるというね、二段構えの構造になってると思いますね。このあたりはね、丁寧な、ま、読者に配慮したというかね、ま、丁寧な構えになってるなと思いますね。はい。で、このだんだんとね、このコンビニの話なんか、他の業種にもね、話が移っていくんですが、まあね、銭の話、お金の話というとですね、まあ数字の話なんで、非常にね、ドライな、もうね、割り切ったような、そういうね、お話が多いのかなとね、思ってたんですけども、まあ、そんなこともなくてですね、結構ウェットなお話ですね。人と人との関係性というか、まあ、その業界のね、内情というかね、まさにね、数字だけで割り切れないような特殊な、ね、事情とか、そういったドロドロしたところもね、しっかりと書いてるんですね。いやー、なんていうか、まあ、ひどい話もありますけどね、まあ、面白いなと思いますね。よくできてるなと思いますし、で結構ね、取材がね、しっかりしてると思うんですね、これはね。要するに、大量の取材に基づいた、そのエッセンスをね、こう、漫画に込めてると。そういったことだと思いますね。